メルスイン県はトルコ南部の県。地中海地方の位置、海岸線の西部のアンタルヤと東部のあだ名に挟まれており、北部は西からカラーマン、コンヤ、ニーデと接する。県とはメルスイン。その他の主要都市はタルスス、サントパウロ、シリフケなどがある。2002年まではイチェル県として知られていたが、他の県のように県との名と整合させるために、 メルスイン県に名を変えた。この県は県番号33であるが、元のイチェルがアルファベット順で68県中33番であったためである。この県の87%は山であり中央、トロス山脈の一部を占めている。最高地点はボルカー地区のメデツズである。多くの中央アナトリア地方への交通要所がある。多くの高原と、 小さな平地が標高700から1500メートルの間にある。国海沿岸線には山から流れた砂が溜まってできた広い平地が広がっている。沿岸部トロス平野には最大の肥沃な土地が広がっている。川としてはごく、菅川とトロス川があり多くの消火栓が湖に流れ込んでいる。多くの海岸線には砂浜が広がっている。気候は 典型的な地中海性気候であり、夏は非常に暑く乾き、冬は暖かく雨が多くなる。冬の雨はとても多く氾濫を引き起こす。山岳部は雪が降るが、海岸線には雪は全く降らない。メルスイン市はトルコで最も活発な地域である。キャッププロジェクトによってこの港に経済活動が発生したため、この市は トルコ地中海岸で最大の港であり、石油生成施設と自由交易区域がある。いくつかのガラス、洗剤、肥料などの工場がメルシン、アダナ間の道路に沿ってあり、これらの経済活動は、付近の町を大学などを持つ近代都市として成長させている。2010年より、県西部、ギュルナル郡、ビュユケジェリ町の海沿いにトルコ発となる。 アック原子力発電所をロシアの援助によって作るプロジェクトが進められている。統計によると、人口の半分は24歳よりも若く、うち68%がメルスイン生まれ、識字率は89%であり、43%の男性と27%の女性が中等学校を卒業している。幼児の死亡率は0.48%と低く。 都会人口は2.42%、人口密度はキロあたり117人程度である。メルスインは林県に比べると遺跡や観光拠点に乏しい。しかしながらトルコ内部から観光客が来ている。山岳部には治癒作用があるという天然水の枠、泉がある。夏は海岸は極端に暑く、山も湿るため、当然観光は絶望的である。 古代この地域は、キリキアの一部であり、町を作った、フェニキアかアッシリアの王子にちなんで名付けられた。交易で、シリア、メソポタミアから山を越えて、中央アナトリア地域に至る道に、キリキアの一部である、この地域がある。ギリシャの地理学者のストラボンはこの件は、山地のキリキアと、平地のキリキアに分けて考え、双方の首都がトロスとメルスイン港であるとしている。 ありがとうございます。